はい、皆さんこんにちは。今回はダイソーさんで購入したもののご紹介をしていこうと思います。ではまずクリスマスの商品から紹介していこうと思います。まずこちら、こちらね、なんか吊るして使うつもりはないんですけど、サンタさんが可愛かったので買ってきました。可愛い。どうやって使うのか考えてないんですけど、ここまでかな。紐外してタグみたいな感じにして使おうかな。そしてペーパーナプキンも2つ。これ同じ感じのサンタさんかなと思うんですけど、このサンタさんのイラストすごい可愛い。で、こちらのクリスマスカードを一つだけ買ってきました。なんかね、お友達に贈り物するときとかに使おうかなと思って。2枚入りだ。あ、封筒も2枚入ってた。1枚かと思ってました。キラキラしてて可愛いです。で、あとこのクリスマスミニカードを2種類これもキラキラ。で、もう一つは雪だるまのものを選んでみました。あ、裏もかわいい。こういうね、赤とかグリーンとかのクリスマスもかわいいけど、私はどっちかっていうと、こういうホワイトクリスマスっぽい感じのものが好きです。で、あとこれ、リボンもラッピングとかに使えるかなと思って買ってきました。で、ここからはクリスマス商品とかではないんですけど、まずこちら、こちらはね、ムーンチャンネルさんが紹介されてるのを見て、コラージュして使いたいなと思って買ってきました。でね、これ買ってきたから気づいたんですけど、こっちは 7cm×7cm 正方形なんですけど、こっち 7cm×10cm なんですね。気づかなかった。まあ違う形の方がコラージュの感じも変わって楽しいかな。まあいいや。はい、では次はこちら、トレカスリーブ
ハードタイプのを買ってきました。なんかね、これなんかダイソーさんでこの100枚入りでハードタイプでね、この50枚ずつ分けて袋に入ってるやつのトレカのスリーブだったと思うんですけど、なんかそれがね見当たらなくなって、多分パッケージ変わったのかなとか思ってたんですけど、これがその前のやつなんですけど、なんかちょっと微妙にサイズ違うかな。でもね、こっちと前だったやつとこっちだったらこっちの方がしっかりしてます。前ね売られてたやつほんと見当たんない、廃盤になっちゃったのかな。でこちら細いリボン、これねよくなんかちっちゃい紙袋みたいな、紙袋っていうか袋を作って取っ手に使われてる方多いかなと思うんですけど、よく見かけるなと思うんですけど、それでね欲しくて買ってきたんですけど、こういうのベージュっぽい色とかセリアさんなのかな、ちょっと探してみよう。であとこちら紐、キラキラしてて可愛いです。でこちらこれはチュールレースなんですけど、これね今作ってるファイルなんですけど、こんな感じで背表紙部分に使うと可愛くてなくなってきたので買ってきました。これはねもう一個買ってきました。でこちらジップを3つ買ってきました。これはね前回コーラのやつ買った時になんか見当たらなかったやつ、こんな感じの薄めのジップですね。でこちらは結構前に販売されたシリーズかなと思うんですけど、ずっとね見つけてなくて見かけたので買ってきました。これね本当はねメモが欲しいんですけど、メモはなかったです。こんな感じ、レトロなね感じがすごい可愛い。特にこっちがすごいツボです。これもね割と薄めです。羊さん、でダイソーさん購入品ラストなんですけど、こちらこれはねなんか下の方にあったんですけど、なんかパッケージとかもちょっと年季入ってる感じだから、なんか昔の商品なのかなと思います。ジャンコードは一緒。これね本当はねクマちゃんのやつももう一個ぐらい欲しかったんですけど、一個しか残ってなかったんですよ。猫ちゃんは二つあったので二つ買ってきました。なんかフレークフェルトセット、ちょっと開けてみようかな。こういう感じのフェルトですね。なんかちょっとこだわりに使ったら可愛いかな。はい、ではダイソーさんの購入品のご紹介は以上になります。ご視聴ありがとうございました。